今日のテーマはなぜ家族の話は素直に聞けないのかです。皆さんもこういう経験ないですか？こう講演会行ったり、あるいは本を読んだりして、あ、そういうことかって分かって嬉しくなって家族に伝えると、ちょっとそれいつも私言ってるじゃないなんて言われてしまう。はい、なぜ家族の話は素直に聞けないんでしょうかねっていうことを最近考えてたんですよ。そうしたら友人がこんなエピソードを聞かせてくれました。彼らご夫妻のですね、お子さんは中学生でピアノをね結構本気でやってるんですよ。それで、まあ、奥様はねピアノの先生ということでお子さんに教えてる。それで、ね、奥様はいやもううちの子のピアノはまだまだだって思ってるんですね。でそんな奥様が普段聴いてるのは、まあ、60代から80代もう老練のピアニストですよ。でパパからするとですね、いやそりゃあなたそんなプロのピアニストと中学生の息子を比べたら、まあそりゃまだまだでしょうよとね。でもあの子頑張ってるよ、あの子のピアノは素晴らしいよ、まあ、旦那さんはそう思っていたそうです。それである日、まあ、何気なくね iPad でその息子さんのピアノを聴いてたらしいんですよ。そしたら奥様が、うん、もしかしてこれ息子の〇〇のピアノ、うん、そうだよ、いやピアニストの誰々かと思った。はい、これは一体何が起こってるのかっていうことなんですよね。あの息子のピアノはまだまだだ、ここには実はもう普段から勉強もしない練習もしないゲームばっかりやってる人間としてまだまだな息子っていう、こうフィルターがかかってその息子さんのピアノの音を聞いてるんじゃないかなと思うんですよね。だからまだまだな息子のピアノはまだまだだっていう風になる。ところが、まあ、何気なく旦那さんが聴いてたピアノっていうのは、まあ、誰のピアノかわからない状態で、ただリビングに流れてた。この時はフィルターがかかってないんですよね。だからなんと70代の有名なピアニストのピアノだと思って途中まで聴いてたんですって。それであれこれもしかしてって思った。あーどうしてもそのフィルターがかかっちゃうんだなって思いました。その人のことを家族だとよく知りすぎてるからこそ、うんね、外ではこうピシッとしてるけど週末はだらしない夫の言葉とか口うるさい妻の言葉とか気難しい旦那の言葉とか何度言っても宿題をやらないし片付けもできない子供の言葉とか、その人の、まあ、言ってくれる言葉っていうのを言葉として受け取るんじゃなくって丸々な誰々の言葉っていう風に聞いちゃってるんじゃないかなと。一方本で読む言葉とか講演で聞く言葉っていうのは、まあ、フィルターがかかってたとしても基本的にはね尊敬する人とかの話とかしか聞かないじゃないですか。本もねこの人の本なんか読みたくないよっていう人のは読まないわけなので、まあ、いわばいいフィルターがかかってるんですよね。まあ、人間性まではそこまでは生活を一緒にしてないからわからない場合がほとんどじゃないですか。だから、まあ、家族と比べると割とニュートラルにその言葉を言葉として素直に聞き入れることができる。しかし家族はじめ身近な人はそんなこと言ったって生活面では〇〇だよねっていうフィルターがどうしてもかかっちゃうから、まあ、やっぱり聞けないんじゃないかなと。私もですね、歌の師匠によく言われたんですよね。いやこの前本読んだらこういうことが書いてあって分かったんですよって言うと師匠に、いやそれいつも言ってるから、それこの前言ったからって言われるんですね。その度にいやまあそうだけどさって思ってたんですよで何なんだろうなって自分でも、うん、でもなんかねこういつも言ってもらってるからこそ割とニュートラルな言葉がポンって入ってきた時に、ああこういうことかってわかるんじゃないかなって。それは家族の言葉を聞いてないわけじゃないんですよね。聞いてるんだけどでもどこか素直に聞けてない。ただそれは間違いなく
言ってもらった人の中でね、こう蓄積してって、その言葉はちゃんと溜まっていって、どこかでこうポップコーンが弾けるみたいにポンって分かる時が来るんじゃないかなって思いました。まあどうしてもね、身近な人に繰り返し言われる言葉っていうのは、もう分かってるよ、もうそれ聞いたよ、こうでしょ、ああでしょって言いたくなると思うんですね。はい。でもよく考えてみてください。もし本当に自分が分かってたら、多分もう言われないと思うんですよ、その言葉って。だから、まあ、口うるさいなって、思う人ね、ちょっともううるさいよ、もういいよ、分かってるよっていうその言葉、それはちょっと視点を変えてみると、いやいや本当は分かってない、気がついてないね、だからこそ周りの人は言い続けてくれてるんじゃないのかなというふうにも思いました。周りの人が言ってくれる言葉を、本当にね、なかなか難しいんだけど、素直にね、ありがたい、ありがたいじゃないですか、そんな 言い続けてもらえるっていうことがね、はい、その言葉をね、受け入れられる自分でいたいなって思います。